ワウスクイーン。え、最後尾どれ、最後尾どれ、すごい人、すごい人。え、最後尾はどこだ。はあ、やっとたどり着きました、最後尾。はい、というわけで今回は愛知県名古屋市のメガコンコルド1111ブレイズさん、初めてお邪魔しましたけど、12月3日がグランドオープンで、今日が12月6日なので4日目になります。土曜日にオープンして土日月火、まあ、土曜日オープンというのもすごいですけどね、4日目でこれだけ並ばれてるってことは、やっぱり初日2日目3日目が非常に良かったんだと思います。雰囲気が、こう喋ってる間にもどんどんすごいね、止まることないですね、お客様が。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて、本日は愛知県名古屋市にございますメガコンコルド1111ブレイズさんにやってまいりました。開店時間実は過ぎているんですけれども、まだ入場が終わっていないというですね、それぐらいもうたくさんのお客様が朝からこちらメガコンコルドさんにお集まりになられているという朝です。そんな中で今日まずどんな実践になるか全く読めないですけれども、今日はこの初めてお邪魔するメガコンコルドさんの雰囲気も、いろいろとお伝えできたらなと思っております。それでは審査の街道日記第596話、よろしくお願いいたします。さあ行きましょうか。いよいよ入場口にたどり着きました。遠かったですね、入場口が。おはようございます、よろしくお願いいたします。すごいな。さあ行きましょう。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、おはようございます。さあやってきました、こちらがメガコンコルド1111ブレイズさん。大丈夫かな、スロット座れるかな。もう入った瞬間この活気、これですよ、グランドオープンの雰囲気ってやっぱりいいですね。すいません、ちょっとすいません、あの地に足をつけましょうね、しっかりね。あ、天下フムが開いてますね。ちょっととりあえず何人座れるかわからないんで天下フムを押さえました。かなり多くのお客様が入られて、もう台もどんどん埋まっていってますけど、やっぱり1111台ありますからね、空き台ゼロではありません。なんとか台の方は確保できましたので、スロット勝負していきたいと思います。すごいですね、やっぱりね、この雰囲気ね。はい、やってまいりました、愛知県名古屋市のメガコンコルド1111ブレイズさんですね。天下フム3から今日は打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ行きましょう、街道日記では。久しぶりとなりますね、天下フム3ですが、こちらは A プラス ART、 そしてまだ導入されてそんなに期間は経っていない、まだ新しめの機種ですよね。開店直後からすごい稼働の高い状況ですけど、この総台数が1000台超えてるお店で朝から高稼働というのはやっぱ凄まじいですね。さあこの後店内がどのような状況になっていくかは分かりませんが、今日はもうですね、移動を考えていくというよりも、なんとかこの朝一台で展開を捉えて勝負していかないと、結構やっぱりこういう状況は厳しいでしょうからね、あとね、移動を考えた時台を見つけるのが。なかなかチャンスゾーンを ART につなげられず、通常ゲームは630ゲームまで回しておりますが、まあ、そろそろボーナスでも引けたらいいなと思います。まだ今日はチャンス目引けがここまで一度もありません。あ、桃人出てきた。あ、ダブル、ダブル来る、ダブルだ、ここは行った。
なりここはチャンスゾーンには行くでしょう。そして今日初めての家康チャンスゾーンということになりますかね。ここ掘りでござる。チャンス目来ました。今チャンスゾーンの前兆の可能性が高いかなと思いましたが、ここでボーナスチャンスの到来です。ボーナスはなかったか。ボーナスはなさそうですね。しかしここはチャンスゾーンはもう濃厚と言っていいんじゃないでしょうか。チャンス、ふぶたレンジは5回目の突入です。バーベルが選ばれればチャンスなんですけど、毎ゲーム抽選が行われるという家康のチャンスですね。成立役に応じて巻物揃いならもちろんチャンス。やっと当たってくれました。ゲーム数は662ゲーム、やっと始まりましたね。久しぶりの確定です。さあ900枚の投資に対して何枚獲得できるでしょうか。20ゲームの確定からスタートです。天下モード突入実戦行われておりますが、やはりここはレア役を引いて早めに突入させたいところです。いかないかチェリーは。レア役でいかなかったんですが、ここはリプレイから。さあ残り10ゲームで、天下モード突入となります。さあ行くぞ。スタートの天下モード、まあ、ここはご存知の通り家紋を3つ貯めれば今度は新天下モード突入のチャンスとなります。そしてその新天下モードで天下モードのゲーム2上乗せが行われるという特徴がありましたね。さあ3つの家紋を早めに貯めたいところで、いきなりチェリー付けです。1つ目のカモンゲットですね。これで今度は巻物来ました。これで2つ目のカモンも獲得です。順調ですよ、カモンは。30ゲーム初夏新天下モードには突入させれず82枚の獲得、そして覚醒がまだ残り10ゲームですね、あります。あ、桃人は熱い。はい、よかったです。覚醒残り5ゲーム、2回目のテーマモード突入となりました。さあ家紋は、2つ残した状態でのリスタートですから、まあ、ここも家紋3つ目まではたどり着けたんですね。すでに家紋2つを獲得した状態で迎えたテーマモードですが、3つ目の家紋は結局獲得できず、あ、ギリギリでしたね。30ゲーム目、しかしこれ新天下モードなければもう天下モード終了です。今度はお願いします。あ、チャンスです。ここは赤文字の言うてきました。これはいったでしょう、頼むよ。はい、ギリギリではありますが新天下モード突入です。
中ゲーム間の上乗せゾーンとなります。ね、ここは天下モードの上乗せが行われます。さあ何ゲーム乗せれるか。天下モード。まずは中ゲーム。あ、ダブルした。不合約きました。56。あ、よかった。これで合計60ゲームは上乗せ成功しましたね。さあ、ここもレア役でしょうか。巻物ですね。20の線。ここは5ゲームでした。さあ、合計上乗せゲーム数は85ゲーム。これは助かりました。残り0ゲームの天下モードが85ゲームに復活です。でも危なかったですね。ギリギリで3つ目の鴨を獲得して、作成自体も残り5ゲームしかありませんので、もうあれが終わっていたら ART 自体終了という可能性も高かったでしょう。さあラスト2ゲームとなりました。3つ目のカモンはここは獲得できずに終わるか。ラストこれで終了ですね。新天下モードには2回突入ありまして、獲得枚数457枚。さああとは残り5ゲームの覚醒中に再び天下モードがあるかどうか。ここまででございます。まあ何事もなく終わる ARD ではなかったのでよかったですけど、東芝には追いつけず1回目の ARD は終了です。さあ ARD が終わってこれで51ゲーム消化しました。ちょっとここは一旦周りのコーナー見てから続行するか否かは考えたいと思います。移動するにしても早めに動かないと厳しくなりそうですからね。もうスロットコーナーが朝からすごいことになってますけどね。さあパチンココーナーがどうなってるかちょっと見ていきたいと思います。やっぱりいいですよね、グランドオープン。それだけで何かこう花があるというか、もうグランドオープンっていうだけで事足りますよね、全てがね。今日はこのメガコンコルド1111ブレイズ店さんをご紹介するという番組です。まあ実践はもうこの稼働状況ですから、ちょっと内容的には乏しい話題になるかもしれないですけれども、まあしっかり今日はこの素晴らしいお店が名古屋市内にできましたというのをお伝えできればそれでいいかなと思います。はい、というわけで天下富武3そして、まあ、バーサスと打ちましたけれども、現在マイナス1400枚です。で、まあ、ちょこちょことこうやって台は開きますけれども、やっぱり悪台というのはですね、苦しかっただろうなという台ばかりで、空き台少ないんで、少ない台がこういう状況というだけで、動いてる台は本当にいい動きしてる台たくさんあるんですよ。まあ、そんな中で見切られた台を今打ってるところなのでちょっと苦しいですけど、ここはもう799ゲームから北斗の拳白の国編いきます。そうですね、もうこれが今日最後の基準になるかもしれませんので、この台は AT 当選、ART 当選まで当たりまで回します。で、結果的にこの台で初当たりを引いたときに投資が何枚で獲得が何枚になるか、そういう勝負ですね。
目の中断中にここはどうでしょうね。250枚です現在このダイベルコース枚数は。天井までそんなに遠くはないんですが、音程が特にあるわけじゃないので、やっぱりもう早めに当てたいですね。中断チェリーの後ですね、ハントのバトルとなります。カウンターはラスト10ゲーム。強チャンス目が来ました、ここで。強チャンス目ですからね、テンプの時来い。カウンターも残ってますが、さあこの中段目と強チャンス目の2つ、どっちか欲しいですね。当たりが さあラスト3ゲームです。ここはジャックチャンス目、中段ゼリー2回、そして強チャンス目が1回でしたが、ここは回転ステージに来て ART 同点はなしという結果でしたね。残念。当たったってことは弱チャンス目でしょうね。ここ今ホットカウンターなしのバトルなので、もうここは ART 確定です。さっと当たってしまいました。シローラ、ケンシローでいきます。状況的にはもうマイナス1000枚くれたらいいんで、750枚くらい欲しいですねと言いたいところなんですが、もうそれは結構ネガティブですもんね、考えがね。よし、2000枚くれますぞ。行きます。よし、さあここは勝負玉獲得となりますか。投資ブターボトンになりますか。玉が2つ、まあ、シローラスタートですから、こういうレア役が引けるかどうかかなり重要ですよね、この ART。 これで1つ目。まあなんとか1セット目は勝負玉獲得にはつなげております。残り17ゲーム。ただ獲得枚数がまだ36枚と非常に少ないです。ベルを引かないと増えんぞ。50ゲームを消化して54枚少ないところです。さあそして真剣勝負は勝負の場合5つを持っての突入です。ケンさんといきます。2セット目、勝負玉3つ残しましたね。これは助かった。ちょっとね、こんな66枚ぐらいで終わられてもというところだったので、さあ2セット目です。2セット目は勝負玉4つでございます。お願いします。
171枚、全然ダメでした。終了です。さあ、エアって終わってまだ27ゲームです。液晶上チャッチェリーからチュラゼリー、ここをつなげれば、つなげたらまだ逆転の目はありますよ。今度は強制化です。チャンス重なってますよ。ジャックスイカ、中断チェリー、強水か。せめて高確率ぐらいには上がっていてほしい。さあバトル、もちろん中断チェリーが当たってくれてればそれが一番いいんですけれども、残りは5ゲームです。バンカー、あ、バトル入った。まあ先ほどは白オーラからの投手ゲームでしたが、ここで色が良くなればですね、むしろいい。緑だ、これちょっと期待しましょうか。緑オーラ、先ほどは白オーラ1セット目2セット目、まあレア役から勝負球獲得とはなりましたが、今回はしっかり勝負にプレー引いて、できれば1750枚欲しいですね。1回目の ART と同じく、ここは2セット100ゲーム359枚で終了です。今日はもうこれ以上打ってもマイナスを増やすだけかもしれませんね。ちょっと取り返すのは非常に難しい状況となってしまいましたが、まあ何といっても今日は朝からとにかく高い稼働の中で台を見つけるのも難しいという、まあ、ホール状況でしたので、まあ、結果は残念でしたけれども、今日はこれで終わります。ありがとうございました。結局マイナス1400枚ぐらいですかね。グランドオープンをこう お店側の立場としてですね、例えば店長だったりとか、例えば役職者だったりとか、例えば、まあ、役員の方だったりとか、グランドオープンをやっぱり1回経験するとですね、すごい気持ちがまた高まって、いいものがどん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 生まれてくるんですよ。成功体験、失敗体験、特にこのグランドオープンではそのいろんなものが今後の自分のスキルとなって身についていきますからね。来年の夏、あるいは来年の冬、どうなってるかまた楽しみに次来たいと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。コンコルドーン、はい、実戦終了でございます。今日はこちら名古屋市のメガコンコルド1111ブレイズ店さん、グランドオープンして4日目ということで朝からお邪魔いたしましたけれども、結局総投手は今日1750枚でございました。で最終交換枚数はあの修羅の国編の ART 381枚の交換で、今日は残念ながら結果はマイナス1369枚という結果ですね。はい、できればですね、初めてお邪魔したこの新しいコンコルドグループさんのメガコンコルド1111さん、勝利で、締めくくれればよかったんですけれども、まあ今日は実戦の結果よりもまたこの新しく誕生したメガコンコルドさんのこのグランドオープンの素晴らしい雰囲気を見ることができて非常に良かったなと思います。
またちょっと期間空けて稼働が少し落ち着いたぐらいに来ることができたらいいなと思いますので、また次実践できる機会を楽しみにしております。以上、シーサの街道日記第596話でした。次回の街道日記は、ついにシーサの目が開いた。伊賀と甲賀の戦いを見届けろ。次回、シーサの街道日記第597話、同術。次回もよろしくお願いいたします。